レパートするとか、それが違うんで誰と言ったか思い出せないぐらい。お待たせしました。ふわたび三六千ヶ崎駅へと参ります。ここ小仙峡は四季を通じて目に鮮やかな風景を楽しめる観光地でございます。春はツツジ桜に始まり、夏は森林浴、秋はもみじ、冬には水晶のように透き通った山々の雪景色など、四季折々に変化に富んだ小仙峡でございます。前方に荒川ダムが見えますが、このダムは旧川久保村31号湖底に進め、昭和59年に完成いたしました。その目的としては、甲府市民の飲料水確保と洪水調節を主とし、また野苑谷、板敷渓谷など奥小仙峡観光の起点として大きな役割を果たしております。ロープウェイ駐車場前を流れている荒川は、奥秩父の金峰山に源を発し、小仙峡を通り富士川に注いでおります。春の解禁にはイワナ、ヤマメなど釣り人の胸を轟かせるのでございます。進行方向右側、福ちゃん号とすれ違います。よかったら手を振ってください。それではすれ違います。今日では、こうしてグリーンラインを車へ通り簡単にキーできますが、この美しい渓谷を切り開いた先駆者、長田円右衛門は、江戸の後期天保6年から10年の歳月をかけ、若き青春の地をこの小仙峡開発に注いでございます。その他、小仙峡の見どころとしまして、日本の滝100選に選ばれている落差30メートルの千ヶ滝。その昔、僧侶覚園が頂上で修行したことにその名を由来する覚園峰。2000年の歴史を誇る金桜神社がございますので、ぜひお立ち入りください。まもなく千ヶ滝駅到着でございます。三六売店では、ロープウェイオリジナルのスイートポエトマン、この季節限定の甲州銘菓月の雫ほか、山梨県産のお土産が充実しておりますので、どうぞごゆっくりご覧ください。これからの旅がいい旅でありますよう、心よりお祈り申し上げます。お降りの際はお足元が入れますので、十分お気をつけやすいません。本日は小仙峡ロープウェイをご利用くださいまして、誠にありがとうございました。またのお越しを心から待ち申し上げます。ホームに入る際、ゴンドラ左右に入れますので、ご注意ください。扉開きますので、少し離れてお待ちください。